ったね、最初のね、つまり。よかったでしょ。ちゃんとやられたらどうでもいいでしょ、歌いたい。ね、やっぱりトークうまいね。いやいや、どうなの、バックレストーク。いやいやいや、ね。だからいよいよ後半戦に入るわけですが、後半戦がもうほぼ終わりや。あ、終わりですよ。本当にあの最後まで皆さんありがとうございますね。いや、まだあれはどうしたと思うぐらいな。ラスト3曲ね。僕目指してる芸人さんがいましてですね。はい、はい、どういうこと。昭和の声。山下達郎さんっていうね。あ、いいですね、達郎さんね。伝説のコンサート、はい、2時間のコンサートでアンコールを2時間やったっていうですね、最悪ですね。あと、さだまさしさん、あ、まさしさだね、はい、2時間のコンサートで2曲しかやらなかったっていう、熱いですね、最高ですね、おしゃれでね、そういうのを目指してるんですけどもね、どうやってこの後繋げようかなと思ってるんですけど、あれ、次の曲は帰るという曲で、ただただね、その三味線で全部こうそのまあ時がありましたね、はいはい、その時にそのなんかあるんだよね、そういう話が。なんで知ってるの。いや、なんかこれは最後お客さんに、まあ、あの日本の全国を一周して次の場合にですね、まあいろんなところで優しくしてもらったりね、あたた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 まあ、なんとかこうね、いろんな町に行きますから、ただいまという気持ちになりましてですね、まあ、回って帰ってきましたよみたいな感じで、回帰というタイトルをつけましてですね、何言ってるか忘れてしまいましたけどね、最近よくやるんですよ、冷蔵庫で話し合ったのかなとかね、でもあれだよ、だその1回、もう1回、リターンして回るときに、はい、温かい気持ちをいただいてありがとうという気持ちを込めてね、そうそう、ありがとうというね、うん、そういう曲だよね、もっとお金ちょうだいっていうね。その会議という曲から、怒涛の3連チャンでお届けしたいと思います。会議花よすべらにと続きます。